はい、携帯利権のコーナーを、ね、いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日はちょっとこぼれ話ですね。携帯利権とは全く関係がないんですけども、やっぱり格安 SIM ってのがどういうものなのかってことをね、お話のネタになると思いますので今日お知らせしておきます。ビッグローブっていうのがありますよね。ビッグローブモバイルっていうのもナンバーポータビリティで格安 SIM っていうのやってるんですよ。例えばね、1600円月額ですよ。1600円の月額なんですけども3ギガしかないんですよね。スターサービスは4860円なんで、この60ギガでしょ。少ない方でも20ギガですよね。これなかなかいいと思いません？でもビッグローブをはじめとする格安 SIM って基本的に1ギガとか3ギガしか割り振られてないんで、もうはっきり言って何もできませんよ。料金だけ安い、ただそれだけなんですよ。でビッグローブの場合は1600円で3ギガです。で初月の月額料金は0円で、その後6ヶ月の月額料金は400円っていうキャンペーンを今やってるんで、ここだけ見ると安いなって感じですよね。400円で3ギガ、確かに安いんですよ、半年間、で既存ユーザーに対してはどんなサービスを行ってるのかということがこれで疑問になります。だって今まで使ってた方が毎月毎月ね、ビッグローブといえ3ギガで満足して1600円払ってたわけですよ。でも既存の顧客には何もなくて、新規の人には400円みたいなことやるんで不公平じゃないかってことが起きますよね。当然引き止めキャンペーンというのがあります。ですのでビッグローブのナンバーポータビリティ、格安SIMプランに入っている方はぜひね、問い合わせをしてもう解約したいんだって申し上げてください。そうすると何が起きるかっていうと、引き止められます。1年間基本料金1600円を割り引くんで、それでどうですかっていうふうに来ますよね。そうすると1年間基本料金がないというね、単なる実費だけになりますんで、さらに安いじゃないですか。でもこのぐらいまでしてね、1ギガとか3ギガとか多いところでも5ギガっていう格安SIMに引き止めたくてしょうがないんですよ。というのが4860円っていうのはね、なかなかの格安SIMの中では寝頃の方だと思いますけども、まあ寝頃っていうのはちょっと価格がね高い方だと思いますけども、付随するサービスが圧倒的なんですよ。だって一桁のギガじゃないですよね。ソフトバンクの最も多いギガモンスターウルトラギガなんか忘れましたけども、あれの50ギガよりも10ギガ多くて4860円ですからね。これすごいと思いますよ。私はやっぱりスターモバイルが今のところ最高じゃないかなと思います。でこれからは分かりません。これからはスターモバイルに追いつき追い越すでもっといいプランが出てくるかもしれませんのでね、で中にはね、なんか100円でできるプランとかあるんですけども、これね結構ね、結構ね縛りがありますよ。その100円で呼ばれるプランっていうのは結構しんどいんで、私はちょっとねここでははっきりと言いませんけども、私はやっぱりバランスが取れてるのはスターモバイルかなと思いますよね。60ギガ、少ない方でも20ギガ、とってもいいと思います。それでは以上です。